前から 3D プリンターに興味があってこの機械工学科を選びました。大学に入ってからいろいろと驚いたことはありましたが、中でも崇城大学は英語教育が充実しているので、英語を使ってもっと自分自身のことを積極的に話せるよう視力を目いっぱい活用するようにしました。その甲斐あってか2年生の時全国学生英語プレゼンテーションコンテストに出場し、全国の学生たちと競い合うところまで行って私自身も驚いています。3年生になって渡辺先生の研究室で球体工学の研究に取り組んでいます。球体の流れによって機械のエネルギー効率が変わってきますので、その流れを CFD という技術を使って解析し、エネルギー効率の良いファンやタービンの形を探り効率を上げ、機械の寿命を長持ちさせるというのが主な研究内容です。今吉田君は私の研究室で卒業研究を頑張っていますが、研究でも自発性というものは非常に重要です。したがいまして吉田君はその自発性を持って私どもの研究室でも大きな成果を上げてくれると期待しています。将来はこの機械工学科で学んだ知識と技術をさらに発展させ、かつ英語力も活かしながら世界にネットワークのある企業で活躍していきたいです。